今回はですね、アトピーの人がノーと言うべき行動トップ5についてお話していきたいと思います。はっきり言いますが、アトピーの人ほどノーとちゃんと言えないとアトピーは治せないと思っています。自分で自分のことを管理できなくてはいけません。しかしそれを管理できずに、その時の流れに流されてしまうことによって、それがダラ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 続くことによって、ずっとアトピーが治らないっていう方はたくさん見てきましたし、私自身もそうでした。しかしこのアトピーとしっかり向き合うと覚悟した時には、もう自分で自分のことを律しよう、何があっても誰に嫌われようが、はっきりとノーということが大事だということを理解しました。なので今回紹介することっていうのは、ノーというべき行動5つをご紹介していきたいと思います。これはですね、アトピーを治すためには絶対必要なスキルだとも思っています。はっきりとノーを言うこと、これは相手にとって失礼ではありません。自分を守るために必ず必要なことになるので、ぜひ最後まで見ていって、そして明日から即実践していただければなと思います。では紹介していきます。第5位、遊びに行こうです。で、無理な誘いは必ず断れということなんですね。もちろんですね、楽しい人の誘い、これだったら全然問題はないんですけども、嫌な人からの誘い、これは嫌な上司であったり、嫌な友達だったり、なんか付き合いでちゃんと付き合わなくちゃいけないみたいな雰囲気がある人っているじゃないですか。でもそういう人って断ってしまうと空気悪くしたりするしなとかって思っちゃったりしてませんか？でもそれってちゃんと断るべきなんです。行かないって理由つけて断るべきなんですね。それはなぜかっていうと、行っても得は1ミリもないっていうことなんですよ。遊びに行くっていうことはリラックスしに行ったり、ストレスを発散しに行ったりだとか、楽しみに行く場所ですよね。それなのに嫌な人と行って、嫌な気分を押し殺しながら長い時間一緒にいなくちゃいけないわけですよ。そんなものは体にいいわけないんですよ。しかも相手に主導権がある人だったら、遊ぶ時間がどん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 長くなって夜中まで付き合わされたりとかしますよね。そうだったら自分が保ってきた生活リズムが崩れたら睡眠時間削れます。そしたらお肌が綺麗になる時間がほとんどないですし、さらに一回イエスっていうことは、あ、またこいつを同じように誘っていいんだなと思われてしまうんですね。だからまた同じようにお誘いが来るはずです。そうなってしまった時にもっともっと断りづらくなると思うんですね。だからこそ遊びに行きたくないと思う人は行かない、ノーと断るようにしてください。相手に嫌われたくない、その気持ちも分かりますが、でもあなたの体が優先です。本当に自分のことを理解してくれる人、そんな人っていうのは誘いを断れたところであなたのことを卑下したりだとか悪く言うようなことは一切しません。1回や2回誘いを断ってあなたのことを悪く言うような人っていうのは、そもそも付き合わなくていいんですよ。はっきりノーって言ってごめんなさいって言ってあげたらいいです。忙しいです、体調が悪いです、何でも言い訳あるじゃないですか。それを使ってうまく切り抜けてください。アトピーの人がノーと言うべき行動トップ5、第4位は、人から勧められた化粧品や薬、これは使わないでください。その化粧品やお薬っていうのはあくまでその勧めた人が合っていた化粧品や薬なんですね。あなたに合うかどうかは話は別ですよね。もちろん勧めてくれたのは、あなたが少しでもアトピーが良くなることを思って勧めてくれた善意の気持ちの表れだと思います。もちろんそこには感謝しましょう。ありがとうって一言お伝えしてあげましょう。しかしあなたはアトピーなんです。敏感肌なんです。普通の乾燥肌の方とは違うんですね。それも個人差があります。ですのでちゃんと自分自身に合ったものを選ぶというのは大切です。もちろん紹介していたものを一度試して、ごめんなさいダメでした、それで断るのは結構です。でもですね、やはり基準として持っていただきたいのは、自分のお肌の基準は自分で決めること、相手に決めるんじゃなくて自分で決める、これが一番大事になってくると思います。ですので相手が勧めてきてくれた化粧品だったりお薬っていうのは丁重にお断りする、この習慣を持つようにしましょう。アトピーの人がノーと言うべき行動トップ5、第3位はですね、おもてなしのお菓子です。会社の昼休みとか誰かの家に呼ばれた時に美味しそうなお菓子ご用意してくれたりしますよね。じゃあそのお菓子って、じゃあちょっと食べました、じゃあ食べたら、あ、すごい気に入ってくれてありがとう、実はもっとあるの、もっと食べなさい、そんなこと言われたことないでしょうか。相手がもてなしてくれてるっていうことに対してですね、ちゃんと答えてあげたい、そんな気持ちもよくわかります。しかしですね、あなたはアトピーなんです。砂糖だったり油だったり小麦、こういったものはあなたのアトピーをひどくさせるということがあります。相手の善意に応えるっていう感じで食べるのももちろんいいんですが、本当に体のことを思うなら断るべきです。もちろん相手を見ながら断るべきですし、あとは少しニュアンスを変えてあげるのも非常にいい手でした。僕の場合ですが、お菓子を勧められた時に言う文句っていうのが、あ、
このお菓子、娘好きなんです。娘のために持って帰っていいですか？っていう風に言ったりします。また、お腹いっぱいなので、すいません、お断りさせていただきますと丁重にお答えします。このお断りする時も、申し訳なさそうに謝るというよりも、笑顔ですみませんとお伝えすることによって、相手は気分を損なうことはないです。ちゃんとおもてなししてくれたことに感謝をしつつ、丁重に断ること、これも必要なマナーだと思っています。ですので、もてなされたお菓子、本当に食べたくない体のためを思うのであれば、あなたがノーという心をしっかり持っておいた方がいいと思います。アトピーがノーと言うべき行動トップ5、第2位、もっと飲め。これも最悪の言葉です。仕事に就くと必ず目の当たりするのがこのもっと飲めです。お仕事の飲み会っていうのに行く場面になると、お酒を飲む方がいいみたいなわけのわからん慣習がありました。そして飲めるやつは偉いみたいなのもありました。今になったらマジでわけわかんなかったんですけど、その当時はやっぱお酒飲めた方がいいんだなと思って無理してお酒を飲んでました。しかしそれは上司に気に入られるためにやっていたことだったんですが、ますます上司の気持ちをヒートアップさせました。何かというと、たくさんお酒を飲むやつはどんどん飲め、どんどん飲めと上司が煽ってくるようになったんですね。もちろん上司は気分は良くなるので、どんどんお酒を飲め、たくさんお酒を飲むやつは可愛いんだっていう風に思っていただいてたと思うんですけども、でもそれってアトピーの人からすると地獄なんですね。お酒っていうのはビール1缶あたりでもう腸内環境が悪くなるっていうような研究結果が出てるぐらい腸にとっては大敵なんですね。酒は百薬の王様、そんな言葉あると思うんですけど、あれには続きがあるんですよ。とはいえど、よろずの病は酒よりこそ起これっていう言葉があるんです。お酒というものは心の健康には必要だと思うんですね。みんなでワイワイして楽しい気分になって、みんなで楽しい時間を共有する、そのことは僕も非常に大好きなんですけども、やはり飲みすぎると病気になる可能性を上げるっていうのも昔から分かっていたことなんですね。アトピーの人ならなおさらです。やはりお酒っていうのは飲みすぎては絶対にいけないし、アトピーを本気で治したいと思うならお酒は今すぐやめるべきです。ですので、もっと飲めって言われた場合は丁重にお断りしてください。それはお酒が弱いんですとか、体調が悪いんですとか、アトピーで肌が痒くなっちゃうんです。正直に自分の弱いところを出してください。そうすると相手は一瞬不機嫌な顔をするかもしれません。でもですね、なんだこいつ面白くないやつだな、へんってなって、それで終わりです。そこからあなたをいじめるために何言ってんだ、言うこと聞かねえと飲ますぞみたいなやつは絶対にいないと思います。昔はいましたけどね。でもこのノーと言うことが非常に大事です。このたった1回ノーと言うだけで、あなたは次の飲み会からお酒を飲めと言われるターゲットからは外されるはずです。ですので、もっと飲めと言われたら、すいません、お断りさせていただきます。丁重にお断りしてください。ここでお知らせです。アトピーをですね、根本的に治したいという方はですね、概要欄のリンクに貼ってある、メルマガ動画講座にご登録ください。こちらのメルマガ動画講座になるんですが、アトピーを根本的に治す方法について詳しく書かれた動画講座です。そしてそれをすることによってアトピーを根本的に治すっていうのはもちろんですが、私が今実践させていただいているファスティングサポートのご案内も最後にさせていただいてます。もちろんファスティングサポート、こちらはですね、ご案内はさせていただきますが、強制してお願いしているわけではないです。あなたご自身でやっていただいてもいいです。でも自分でやるのは不安だな、そういった方のためにこういったファスティングサポートっていうのをさせていただいてます。もしよかったらこちらのメルマガに登録していただいて、あなたのアトピーを治すために活用していただければなと思います。アトピーの人がノーと言うべき行動トップ5、流行る第1位は、たくさん食べなさい。これは必ず断ってください。これからの季節、年末年始よく言われませんか？僕はよく言われてました。彼女さんのお父さんとかお母さんによく食べなさいとか、たくさん食べなさい、若いんだからたくさん食べて大きくならないとね。それはもちろん相手の善意によるものだと思ってしっかり感謝はしていました。しかし、たくさん食べるとどうなるか、体を悪くしてしまうんですね。食べ過ぎは万病のもとです。食べ過ぎることによって人間というものは病気を起こしやすくなってしまうんですね。自爆してしまうのと一緒なんです。もちろん目上の人から言ってくれる気遣いの部分であるので、感謝しつつ、お腹いっぱいなんですとか、そういう風にお断りするようにしましょう。何でも相手に答えてあげるっていうことが全て正しいとは限らないです。あなたはアトピーなんです。アトピーを治すために自分の気持ちを尊重するっていうことも大事です。なので、感謝しつつ丁重にお断りすること、たくさん食べなさい、ありがとうございます、すいません、でもお腹いっぱいなんです、すごい美味しかったです、ありがとうございました、そうやって言えるようになれば、あなたは自分自身でコントロールすることができますので、ぜひノーと言えるようになってください。
というところで今回のまとめですが、遊びに行こう、無理に好きじゃない人と付き合う必要はないです。人に勧められた化粧品や薬、これも使う必要はないです。まずは自分に合うものを基準で考えてください。もてなしのお菓子食べたくないと思ったら、あ、子供が好きなんでとか、お腹いっぱいなんで、はっきり断ってください。もっと飲め、これは論外、マジで断ってください。一回断れば、相手はもっと飲めっていうことはなくなってきます。たくさん食べなさい。感謝しつつ、丁重にお断りしてください。というところでですね、今回はアトピーの人がノーというべき行動トップ5についてお話しさせていただきました。今回の内容面白かったらですね、いいね、チャンネル登録、そしてコメント、ぜひよろしくお願いいたします。またですね、次回もですね、アトピー情報を発信していきたいと思いますので、ぜひとも楽しみにしておいていただければなと思います。それでは、また。